吉田正尚さん、1年目の成績はあの松井秀喜とほぼ同格だった。松井秀喜2003、打率2割8分7厘、16ホームラン106打点、2盗塁、OPS。787、吉田正尚2023、打率2割8分9厘、15ホームラン72打点、8盗塁、OPS。783、当時のレベルの低いピッチャーとの対戦成績やからね、吉田のが数段上やね。打率は吉田が上、本塁打は僅差で松井が上、盗塁は吉田が圧倒的に上、打点はチーム状況が違いすぎるので論外。これは吉田の勝ちやな。すごいのかすごくないのかわからん。こっから30本打つまでに改造するんだからすごいよな。しかもどっちもゴロキングで守備ベタやしな。こりゃそのうち3割30本打ちますわ。来季は30本か？後半上げてたなら期待できるけど。松井や聖也が2年目に飛躍したって考えると、吉田はこの2人を軽く追い越す成績を叩き出す可能性大。うおーおーおー。名門ヤンキースと2年連続最下位赤靴下は同格か？吉田の凄さはあの体幹の強さあの身長でグリーンモンスター越えはとんでもないと思う。一年目の打撃はマジで松井並みなのかすごいわ。松井の僕はこっちでは中距離バッターのコメント絶望したな。吉田って日本でも30打ったことあったっけ？メジャーの外野は基本下手みたいなこと言われてたけど吉田より上手いやつばっかで草。来年3割30本打ってからやな。ちょっと物足りんなって思うだけで1年目からこれは普通にすげえわ。ジーミン吉田のこと好きすぎやろ。何がそんな引きつけるん？ご視聴ありがとうございました。